皆さんこんにちは、サンデー編集部の町田です。さて今回は名探偵コナンヒーローの弾丸公開直前、サンデー文化祭とリロードプロジェクトのコラボ企画本場のターゲットと題しまして、青山剛昌先生とゲスト声優で石岡エリー役を演じられた小鍋みなみさんに映画の内容についてまさにギリギリのところまでお話しいただきたいと思っております。それではまずこちらをご覧ください。万一の時が来てしまったみたいだ。逃げて工藤君。新一ラン。まさか決戦はリニア。あの坊やは俺たち FBI とは違うようだ。悪い、待たせちまったな。引き金を引いた途端立ち現る白く空虚な時をかき乱せ、めくらませ煙に負け、果てなき闇を背負え。ターゲットが乗るリニアだ。誰だ。コナン君、君のスマホ見せてくれないかな。それとも僕に見せられない理由があるのかな。このまま行くとどうなるんですか。胴体着陸見えたよ、勝ち筋が。届け、遥か彼方へ。劇場版名探偵コナンヒーローの弾丸は4月16日金曜日より公開となります。それでは本日ご登場のお二人をご紹介しましょう。皆さんこんにちは、名探偵コナンの原作者青山剛昌です。浜辺美波です、よろしくお願いいたします。お二人はお会いするのは初めてでしょうか。初めてです。初めてです。僕はテレビでよく見てますけど。最近じゃあ、ほら、うちの娘は返しがけない。そう、見てますよ。ありがとうございます。お忙しいのに。もう、かわいかった。かわいいですね。ありがとうございます。あとは、アルキメデスの対戦。あれも良かったですよ。ありがとうございます。すみません。そもそも、サキちゃん見てましたから。そうですよね、勘違いだったらなんですけど、はいはい、灰原ちゃんがさきちゃんの絵が楽しみだねってこう口から、ああそう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 、あれ書いてくださったんですよね。ああそうですそうですそうです、ありがとうございます。嬉しかったです。の小さい頃からもう両親が大好きだったんで。ああそうですか、はいはい、拝見していて今回お声をとしてお邪魔できるのすごく光栄でした。 ありがとうございました。めちゃめちゃうまかったですね。全然違和感がなくて、多分ちょっといじってもらってたんじゃないかなって思いました。いや本当そうかな。あすごい良かったです、お邪魔にならなくて。喋るのは浜辺さんなんで。あそうですよね。そう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 。で、うん、もう結構びっくりしました。最初自分の声って気づかなくて、あなんかわ始まった映画って見てたら、あれこれ自分の声じゃないってだんだん10秒くらい経った後に気づきました。そうかそうか、やっぱ一番喋ってたんじゃないかなと思いますけど、ゲストシリーズの中では全然ですね、ちょっとだけ。ありがとうございます。全然良かったですよ、はい、ありがとうございます。それでは早速本題の方に移りたいと思いますが、この前に青山先生からプレゼントがあるみたいですね。どうぞ。どうぞ。何？なんか普通、なんだろう。わあ、嘘。わあ。何じゃ。ああ、すごい。わあ、嬉しい。これすごい。口から出てる言葉も嬉しいし、コナン君もフラフラだし。おお。かわいい。ありがとうございます。どうぞどうぞ。もう宝物です。実家に帰省するときに必ず見せるために持って帰ります。はいはい、ありがとうございます。すごい嬉しい。
コナンっていうもともと大好きな作品に声優さんとしてお邪魔するってやっぱりこう複雑な気持ちがあったんですね。本当にこう鳥の声でいいぐらいの鳥の声がいいと思ったんですよ。効果音でいいみたいな思ってて、そうなんです。だから本当にこう邪魔をしたくなくて世界観をそういうなんか目立ちたくもないしみたいな複雑な、ね、思いがあってアフレコの現場も実感が本当に湧かなくて緊張はしていたけど、なんだろう、なんかちょっと地に足立ってない感じがしてドキドキしましたね。なんかやっとこう映画を見てこれが私かってやらせていただいたんだ、コナン君たちと喋ってるみたいな、なんか夢を一つ叶えられたかのような、なんかこうなんか胸を広がるなんかあったかいなんか思いがありましたね。あ、でもとにかく出演できたことが光栄だったんですけど、今回のヒーローシリーズじゃないですか、うんうんうん、ヒーローシリーズってアニメの方でも謎がこうちょっとずつ明かされる大事なこう続いてるものだと思うんですけど、それの声優さんの中に混ぜていただいたっていうのもすごく嬉しかったです。ヒーローかーと思って結構そこでも一段階ありました、はい、おでも荒間先生はもうずっと上手いっておっしゃられてました。うまかったですよ。ブリッコっていうちょっと役が濃かったっていうのも助かった部分でした。あ、はい、あれ別撮りだったんですか？一緒に声優さんと一緒に別撮り？いや別撮りでした。あ、そうか。あ、なるほど。それはちょっと残念だね。いや一緒に撮るのは緊張するんですけど。ああ、なるほどなるほど。ただただ勉強みたいな感じで見学には行きたかったんで。あ、ちょっと残念でした。そうですね。あ、じゃあ高山さんとかは喋ってるのを音で聞きながら喋ってたんですか？そうですね、多分そうだと思います。ああ、皆さんの声入ってて、多分あかねさんだけ入ってなかったのかな、その資料をいただいて、はいはい、ほとんどの方声が入ってました。おーおーおー、はい、いやでもやっぱり完成したものとのやっぱりその迫力とかは全然違ったので、うんうん、完成したアニメーションすごかったです。ああ、見ました、よかったです、はい、国内ではあるんですけど舞台が、ああ迫力はやっぱりもう、ね、あ、日本レベルじゃないっていうか、もうすごい迫力でした、ね、ああ、ありがとうございます。いや、まあ俺が作ったわけじゃないんだけどお話がね、もうああ、まあねどこが良かったですかね。どうだろう、まずやっぱり私好きなキャラクターで言うと、うん、赤井さん、あ、はいはい、安室さん、キッドとかなんですけど、すごい好きな赤井さんがやっぱりまずね、かっこよかったです。ああす赤井さんの一発狙ったやつ、しびれましたね。あの映画見ながら撃たれました。うん、ああ自分が自分が撃たれました。はい、マジか。なんかに、はい、こんな感じでした。まああれもですね、桜井さんのアイデアなんで、すごいですよ、桜井さんいろいろなことしてて。すごかったです。うん。まあ、でもあそこしか、ほぼ。あ、でも、ちょっと、ね。あそこもね。あそこは僕が、ところと、僕が、ましたから。あ、そうなんですね。そう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 。いや、でもすごかったです、今回の映画も。うん。迫力が、そうか、コナン君たち国民優勝じゃないかなってぐらい、そんなことはない、大活躍してました。ハドソン川の奇跡超えてましたね、ちょっと。ああすげえ詳しいな。すごかったです。はいはい、最初からエンジン全開って、なんか事件が、うん、そうですね、はされて、そう、と思って、心の準備まだしてないと思って。いや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 、ああ、ありがとうございます。浜辺さんが石岡恵里役を演じてる中で、うん、ここぜひ見ていただきたいですっていうシーンあったりしますでしょうか？いや、本当にこうゲスト声優さんとしてはちょっと不思議なあれですけど、私の存在なんて忘れていただいて、映画にぜひ集中していただきたいというのが一番かもしれないです。出させていただいたのは本当に光栄なんですけども、とにかくこう登場人物の一人でありたい、一人のなんとなくこの世界にいる客室乗務員の一人でありたいという、本当にこうちょっと控えめな感じで行かせていただいたので、
あんまり今意識せずに、ただまあ説明とかはさせていただいてるので、あのぜひその説明だけはしっかり聞いていただいてという感じですかね。はい。はい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 。ちょっと一応、まあ、注目しつつ、はい、ですかね。確かに、はい、客室乗務員たち の、 あの説明とかもするかもしれないですかね、というか。ああ、接してましたよ。はい、していたんで、はい、ぜひ。あとよく絡んでましたよね、あのとか。結構物語に絡んでますよねっていう。いや、もうあの子供になった、薬飲んで子供になった人たちにみたいなことみんな言うじゃないですか。そのセリフを言えたのはすごく嬉しかったです。確かにね、がましたもんね。見てました。もうほぼほぼ主人公クラスで。なんであそこに入ったの。すごい登場してるな。何にも違和感がなかった。皆さんの全力です。ありがとうございます。編集していただいて。あのミステリアスなところがやっぱり人を引きつけているのであれですけど、うん、でも出てくるたびに宇宙人の感じがいっぱいありますよね。言葉数が少ないながら、なんだろう、威力がすごいというか。そうですね、声がいいですからね。声もいいですね。池田さんすげえな。池田さんにしてよかったですよ。そうですよね。やっぱりあの目がやっぱり赤いファミリーさんは良いですよね。あんな女の子もあれです、同じこうちょっと似た感じの形ですけど。ああ、そうですね、目にクマがある感じですね。はい、あとアイラインというかこう上がってる感じ。あ、なんかああいう目って普通お茶目に見えると思うんですけど、こうやんちゃな感じに、うん、でも赤井さん側の目だととっても色っぽいというか。ああ、色っぽいですか。はい、初めて。すごい、なんか同じ目なのにこんなに違って見えるんだなって。うん、目に引き込まれますね。ありがとうございます。すみません、はい、青山先生は、はいはい、今回の映画で赤井さんのここを見てほしいなっていうのがあったりします。やっぱりあのさっき浜辺さんが言ってた、あの赤井が弾丸を打つところですね。あそこからってやつ。いやー、すごかったです。あ、ほんと。ありがとうございます。いやー、私まあ、あれはね、いろいろやっぱりここはかなと一言言おうかなと、うん、あそこでほぼほぼ、うん、なんですけどね。いやでもあのって映画館の見に来てる女の子たちのほとんどが打たれましたから。あ、マジですか。もうその後後半まで引きずって打たれて瀕死で見てると思います。あー、ダンス。いや、すごかった。ダンス。ラちゃんか。あ、まあ、スバルさんと戦うところと、はい、あの、あとは、ああ、そこですね。あそこ、あの、長岡監督が最初コンテでね、悲しい顔してたんですよ、セラちゃんが。って、あの、コンテでね。で、いやいや、セラちゃんはこんな顔しないよ、と。っていう、顔するよ、と。買いました。へぇー、あー、菅さんらしい。この絵ですね。にゃーん、あ、すごい、あるこんな感じで出来上がりました、はい、あ、ほんとだ。すごい、ちゃんとある。そうそう、菅さん、女の子ながらちょっとこうドキッとさせられるところやっぱりありますよね。あー、ありがとうございます。うん、うん、この、なんだろうな、うん、この赤い、うん、家族のその
連続みたいな、うん、なんか惜しいけどみたいな、うん、そういう心を全力でくすぐられました。ああ、ありがとうございますコナン君との掛け合いも最初こうもうちょっとこう絶妙な距離感あるじゃないですか、うんうん、やっぱり、うん、でしたからね、二人でできちゃってましたねあの赤井さん、その赤井さんとあの世良さんがこう、うん、なんかこうというか、うんうん、っていうのが燃えましたね。ああ、ありがとうございます。なんかその、うん、ああ、二人とかね。ああ、よかった。あそこもよかったですね。おお、うん、すごい嬉しい。そうだね。ゲドっていう、あの感じいいですよね。そう、なんかそういう、アイルシュのムズキュンみたいなものを。そうそう、をすごい感じました、やっぱり。うん。やっぱ。ですよね。ああ、かっこよかったですね。ああ、で、みたいな、かっこいいとか言って、俺、我ながらかっこいいと思いました。すいません。かっこよかったですよ、もう。あれはかっこよかった。ああ、ねえねえ。うん、いや、あの、本気出した時にこう、本気出すというか、その、やっぱり王道ですけど、うん、しっかりとキュンとしましたし、うんうん、あのそれじゃないところはそのこのコナン君とかではない雰囲気のカップル感、うん、あのラブコメ感みたいな、うん、だからギャップがありましたね、うんうん、あのラブコメのところも全部ほぼ俺があのセリフ書きましたから。あそうなんですか。そう、うん、いやキュンキュンしました。ちょっとありがとうございます。なんか素敵なカップルだな。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。なかなかこんなん珍しいんだよね。あのああいうカップル、ね、なかなかいない。珍しいですね。うん。いい感じですよ。コナン君は結構女性キャラ、彼女彼氏だとかそういう感じだと女の子もすごく強く、なんかちょっとツンデレみたいな要素もあったりとかして。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。まあ、そりゃ、楽しいでしょう。まあ、ところもね、うん、すごいんですけど、うん、やっぱり、ね、あの、うん、あの、もうそう、つけて、って言うんですよ。あれ、そうそう、あの、桜さんに教えるとき、えって言ってましたからね。ええそんなこと言うのみたいな。あ言いますよ。かっこよかった。かっこいいっすね。全然なんか似合うというか。うん、似合いますね、そりゃ。そりゃそうだっていう、うん。楽しみ。まだまだ謎に包まれてます。あ、本当ですか。あもうオチを喋りたいけど喋っちゃいかんのダメです。気になるけど聞きたくないみたいなところいやはい、はい、でも私今回もが聞けて大満足でした。ああ本当ですか。なんか言い過ぎかなと思ったんですけど、まあいやいやいや恒例なんで、それはいただきたいですよ。ほうがだったんで、逆にがっていうシーンが多かった。多かったですね。いや、そうでした。今回はちょっと良かったです。良かった。あのいつも心配になっちゃうから。ああ、はい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 。ですからね。まあこの子はずっと活躍してるから主人公だからね。まああと。シーンはちょっと、うん、あれ長岡監督のこだわりで、うん、かな
かなりラブラブになってましたけど。ラブラブでしたね。やっぱり結ばれてからまだそんなに長くはない。そうですね。まあ結構時間は年月は経ってんだけど、物語の中じゃもうほぼ2週間ぐらいじゃないかなと思って。あ、そうですよね。まあそうですよ。だからそれは実際は時間経ってますけど、私たちとして見る側としてはいつまでもキュンキュンしてしまう。ああ、ありがとうございます、はい。需要と供給がすごい成り立っていた。ありがとうございます。あの俺的にはあの。シーンがちょっとおいいなって感じでしたよ。あれも長岡監督のコンテだったんで、さすがだなと思いました。あの戦う顔になってるコナン君、私すごいかっこいいなと思って。あ、好きなんですよね、はいはいはい、お俺がってこう決めた時、こう、うん、絶対この人たちを守るんだみたいな時、うん、背負った時のコナン君、うん、本当に好きです。ありがとうございます。いやー、俺的にはね、ジョディ先生がかっこよかったですね。ジョディ先生がかっこよかった。かっこよかった。セリフがね。こうね。はい。っていうセリフが、うん、海岸のドラマのラスト見てるみたいで、かっこいいって。あー、セリフも。さすが桜井さんの脚本、うまいですよ。いや、かっこよかったですね、そこ。その後、ところが良かったです。やるな。すごい。あえてそこは切るっていうところが良かった。さすが、アニメ好きですね。いや、ゲンタが俺が一応アイデア出しましたけど、あのところですね。そう少年探偵団に活躍させたいっていう、いや、少年探偵団の活躍はちょっと若干求めてる。ああ、そうですか。あの、クイズと少年探偵団の活躍はやっぱり一映画に一回ちょっとちゃんと見ちゃいますね。 あれだいたいあのプロデューサーの諏訪さんが考えてるんですけど、毎回毎回考えてるんですよ。一応考えてみるんですけど、やっぱり毎回わかんないです。まあね、映画見てたらすぐ答え出ちゃうし。みんな早いからこの人たち。そうですね。これが、これがです。ああ。これが絵ですね。すげえ、やっぱりかっこいいな。本当。あとはなんだろうな。これかな。本当？これのバックにこれが映る。ありましたね、ありましたね。ああ、そう。あそこも俺が描いてます。おお。原画でもやっぱり、なんだろう、私しないからですけど、こんなに綺麗に描かれるものなんですね、はい、そうですね、そのまま画面に映っちゃうんで、やっぱり一本線で描かないと。まあ、この原画を描く前にラフというか、こんな感じでザクザク描いたやつがありました。ああ、本当だ。あ、いい顔して、うん、これをクリーンアップして、さっきのこれになる。クリーンアップしたこれ。かっこいい。全然違う。うん。まあ根拠はこんな感じでざっくり絵を直します。すごい、こんな感じなんだ。そうですね、結構流しますよ。あの、私あのサッカーボール、あのサッカーボール前結構活躍しますよね、高確率で。そうですね、もうなんか活躍しすぎで、あんまり出したくないなって感じなんですけど、まあ、まあ最終的にはまあサッカーボールかなっていう。あのサッカーボール本当に最初拝見した時と結構前だと思うんですけど、これでもういろいろこれからこの器具たちが開発されてもっと変わっていっちゃうのかなと思ったら、同じこの手札でいろんな活躍をあのサッカーボールでこう止めていく、阻止していくから、ここでサッカーボールかー
ありがとうございます。おー、ありがとうございます。まあ、だって、あんまり便利なものがどんどん出てきちゃうと面白くないじゃないですか。ね。そう。私もそう思います。コナンはあの、エンドロールが終わった後のところも、うん、そう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 、ぶち込んでくるから、もういつもドキドキするんですよ。エンドロールはーっと落ち着いて、その後に備えるみたいなところがあります。よくあの、ね、映画館立っちゃう人がいるけど、まだ立たないでって思って、いつも。コナンはもう誰も立ってないですよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。予告までバッシリ見ました。ああ、そう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 。予告もあるもんな、最近。あ、でも今回はあの宣伝用のやつだったんで、うんうん、次の予告が誰がメインなのかとか見れなかったんですけど。あ、本当ですか。お、普段は映画館に見に行ったら、予告でまた最後心臓打ち抜かれて、あ、ちょっと倒れます。あ、なるほど、ありがとうございます。え、それ次誰なんですか。あ、次はおと、あとはあのおお、そこ行くんだ。そうですね。そっか、いやもう次も楽しみですね。もう絶対に映画館に行けます。劇場版名探偵コナンヒーローの奪還は、ワールドスポーツゲームズという5年に一度の大会での出来事を今回映画にしているんですけど、あの国内の話でありながら迫力があの本当にあのすごくて、皆さんの想像をはるかに超えるあの最後の展開になっているかなと思います。赤いファミリーの皆さん、ヒロの弾丸で撃ち抜かれて、最後はちょっとあの映画館で倒れてしまうんじゃないかというくらい、最初から最後まで走り抜けるようなスピード感と、あのいろんなものが詰め込まれた、とても盛りだくさんの映画になっているかなと思いました。ぜひ映画館でまた迫力を感じていただけたらなと、一視聴者、そして一応ゲスト声優として出演させていただいたので、はい、寄せていただきたいなと思います。ぜひ劇場でお願いいたします。今回はヒーローの弾丸ということで、赤いファミリーがそれぞれ活躍して、それぞれ見せ場があるので、それぞれのファンの方はどうぞお見逃しなく見てください。ちなみに青山先生、はい、今後の三帝本誌で展開される原作の展開の予定、何かを予定は聞いては、出てくるで向けてのを見つける話もやりつつ、おお、知ってます？はいはい。意外な感じで出てくるんで、多分かっこいいですよ。かっこいい。いや、それはちょっとかっこいい。 お楽しみに。これはまた心臓が持たないかもしれないですね。あんまり言わん方が。そうです。うん、いやー、すごい楽しみです。ありがとうございます。続き、引き続きお楽しみください。もう私コナン見るまで、最後の犯人見て、みんなをちゃんと幸せに見届けるまで死ねないと思ってるんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お二方、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ、ぜひ僕にもサインください。